どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国新戦の動画を作っていきたいんですけども、今日からまた新たなピックアップガチャが始まっております。シーズン2、風雲乱世と呼ばれるやつですね。で、見てください。このガチャページの地味なこと、花が全くないですよね。宝刀とサジということになって、僕このページ開くために笑っちゃうんですけどね。もうちょっとなんとかならんかったんかなと思うんですけどね。っていうのが、今回のピックアップガチャで出る武将がですね、この、星子だと10人ということになってます。なんでね、紳士とか月影とかを、まあ、どっちかだけでもいいんでね、花を添える感じで置いとけばもうちょっと花も出てくるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、その、宝刀とサジ欲しいでしょっていうことで、あの画面に出してるんやと思うんですけど、にしてもですね、花がないなというガチャの画面ということになっております。でですね、今回の目玉はやはりこちら、宝刀ですね。シーズン2から登場した新武将ということになるんですけども、どうですか皆さん、こいつむちゃくちゃ強くないですか。今うちバリバリ戦争やってるんですけど、この宝刀の部隊がめちゃめちゃ活躍してますね。敵味方ともになんですけどね、もう本当にそうですね、芝居とかあと長領なんかも今回のシーズンでですね、追加で出された目玉の武将になってるんですけども、多分、宝刀の部隊の方が目立ってるんじゃないですか。皆さん、そんなことないですかね。なんせ、なんか、うわ、強えなって思って、先方見たら、この宝刀の部隊みたいなことが多いですね。で、この連関係がやっぱり強烈なんですよね。その、受けたダメージの、これ、レベル1でも 5% を他部隊にフィードバックするってあるんですけど、これね、なんか、軽力ダメージだろうが、平均ダメージだろうが、あとなんか、燃焼とか毒とか、ああいったダメージもですね、フィードバックしてるみたいで、周りにめちゃめちゃダメージが入ってってるっていう感じなんですよね。なんで今回この宝刀が出るというガチャで回す方多いんかなと思いきやですね、僕まだテロップをポケット眺めてたんですけど、やっぱり前回の群雄割拠に比べると回してる人少ないなという感じですね。これが前回の群雄割拠で出てくる武将ということになってるんですけど、やっぱり目玉が多かったんですよね。芝居とかリクソン、あと趙雲はもちろんのことですね、宗神の八門金、金差の陣かなんかが欲しいっていう方もいたでしょうし、肩を積み重ねたいという方も多かったと思うんですよね。肩なんかは結構その今芝居パーティーだと肩と曹操で組ましてる方見かけること多くないですか。これがなんか新たなテンプレになりつつあるのかなという気がせんでもないんですけども、あとまあ花公園なんかも長領と組ます強いみたいなこともあって、このガチャ引いた方が多かったんですけど、結構偏りありましたよね。芝居とかリクソンとか趙雲、あと宿友ですかはですね、他の6武将に比べて倍ぐらい引きにくいという、まあ、統計結果だったんですけどね、300回統計取ってたらかなり信憑性は出てきてるんじゃないかなと思いますからね。星5の登場は300回ですから、ガチャを回した回数じゃないですからね。なんでまあかなりこの確率っていうのは間違ってないんじゃないかなと思うんですけども、で今回も一応ですね、テロップ眺めました。でこの10人の武将どんな感じで出るんかなって思ったんですけども、先ほども申し上げた通りテロップの流れる数が少なくて、前回群雄割拠の時は300回テロップが流れるまで眺めてたんですけど、ちょっとそれができなかったんですよね。100回で一応止めました。これは無理だわということでね。で、出にくかったのが天衣と宝刀と、あとそうですね、サジですね、サジと宝星と、この4人が出にくかったですね。特にサジなんかだと100回中3回しか出てなかったので、かなり確率は低かったなということですね。ただこれはもう確率の偏りっていうだけのことでですね、おそらく天衣、宝刀、サジ、宝星っていうのは同じ確率だと思います。で残りの6人っていうのがその倍ぐらい引きやすくなってるっていうこの統計結果でしたけどね、もう100回しか数えてないので、あともう編集もめんどくさいんで何回出たかとかいうのはもう全部は表記はしないんですけども、そんな感じでした。で今回のガチャを回す人っていうのはですね、やっぱりこの宝刀を軸にしたパーティーを組みたい人だと思うんですよね。生殖の地と呼ばれる、まあ、前回の動画で紹介させていただいたシーズン2で最強と言われてる、まあ、編成ということになるんですけども、でその生殖の地のうちにの、宝刀と宝星が今回引けるということになってるわけなんですね。なんで仮に諸葛亮とか呪書を持ってるよっていう方はですね、今回のピックアップで一気に編成が完成する可能性があるということなんですね。ただですね、これ、宝刀と宝星、これ両方引きにくい武将の方に入っちゃってるので、
2枚とも揃えようと思ったらかなりの覚悟が必要なんじゃないかなと思いますね。数万円ぐらいでは出ないかもしれないっていうレベルですね。もしかしたら、10万単位が必要になるかもしれないということで、まあ運任せというところですかね。本当にちょびっとの投資でですね、引けたらラッキーぐらいのつもりで引くんがいいんじゃないかなと思いますけどね。で、実際僕どうするのかというところなんですけど、今回は引かんとこうかなと思っております。っていうのがですね、この中で特に欲しい武将っていうのがやっぱり宝刀ぐらいなんですよね。あとまあちょっと天衣も欲しいかなっていうところなんですけど、あとはいらないっていう感じなんですね。まあ仮に宝刀が引けたとしたら宝星も欲しくなってはくるんですけども、他にちょっと僕が欲しいなって思う武将がなくて、もう大体なんか引いてもう先方に変えちゃってるんですよね。サジなんかも引けてはないんですけども、ウキツの方を何枚も引いてるので、こちらの継承戦法の廃中大栄はですね、もう持ってるっていう感じなんですよね。で、この廃中大栄が欲しいっていう人も引いてもいいかもしれないんですけど、このサジに関しても引きにくくなってるので、また覚悟がいるということでね、なんとも悩ましいガチャになってるということでですね、今回僕は回さんとこうかなと思っております。そうですね、ただ禁酒が今3400あるんですよね。これ、この間のイベントでですね、昨日までやってたイベントかな、こちらの工場略地って読むかな、これでですね、うちの同盟メンバー全ての方が3000宝珠、禁酒もらってるんですよね。なんでこの分だけでも回したろうかなということでですね、やっぱちょっと宝刀欲しいのでガチャ回していきたいかなと思いますけどね。さっき回さんって言ったばっかりの、まあ下のでも乾かんうちによう回すわと思うんですけどね。いや、このゲームのガチャの誘惑はちょっと勝てないですね。定期的に回してなかったら、その回さないことがストレスになっちゃうっていうレベルなんでね。さあ、3000で宝刀出ますでしょうか。回していきたいと思います。誰だ、下手したら1枚も出んなんていうパターンもあるな。うわー、出んかった、出んかったな。天井が30回なんでね、15回しか回せないので誰も出ずに終わりみたいなこともあるかもしれません。来い、うわ、やばい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 、マジで誰も出んの、冗談半分で言ったんやけどな。ラスト来い。いや、新鮮ひどすぎないこれ。こんな、今玉壁が783ありますね。ということはあと5連はできますね。なんでこの5連を回していきたいかなと思います。それでもうおしまいにしましょうか。いやー、こんな簡単に3000がなくなっちゃいますか。ひどいなー、なんてひどいガチャなんだろうか。来い。はははおい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 今8000円分ぐらい入れてるんですよ。これで、1枚も出ないということで終わってしまいました。ちょっと天井まで回そうかね。天井まで回しましょう。ちょっとチャージしてきます。はい、3680円課金してきましたよ。もう回す気なかったのに、回す気なかったのが、禁酒がすっからかんになった上にさらに追い金までさせられるというね、ひどいゲームですよ、これ、本当に。まあ、ただ、これで星5は1枚は確定で出るということなんでね。さあ、誰が出るでしょうかね。これで、まあ、宝刀が出るようなかったら、この3680円、決して無駄ではなかったと思いますけどね。誰？うわ。おい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 。こんな天井なんていうのが、こんなしょっちゅう起こるもんな。群雄割拠の時も天井引いたんですけど。さあ、ほんだらラストですね。誰が出るか、行きましょう！来い！誰で？清涼鉄器とともに、戦場を蹂躙せん。